これはジオードだよ。みんなはジオードニキという存在を知ってるかい？最近 TikTok や YouTube ショートでバズってる海外の科学者なんだよ。今回は紹介してほしいというリクエストの多かったジオードニキについて解説紹介していこうと思うよ。ジオードニキことノズマン博士は1990年生まれのフランス人の男性です。ちなみにこのノズマンという名前は活動者名で、本名はジャーメイン・オリブリというそうです。日本ではジオードの印象が強いためジオードニキと呼ばれています。最近よく SNS で話題になってるこのジオードニキですが、もともと海外で有名なインフルエンサーでした。2009年にノズマンという YouTube チャンネルを開設。このチャンネルではゲームのレビューや実況を中心に活動していました。ノズマンさんは日本のゲームやアニメ作品のファンで、昔の動画の部屋の背景にはマリオやトトロのグッズが飾られており、日本の文化がめっちゃ好きなんだなっていうのが伝わります。最初はゲームのレビューから活動が始まったノズマンさんですが、2011年の5月にドクターノズマンという科学の実験動画を中心としたサイエンス YouTube チャンネルを開設します。様々な動画をアップロードしていくノズマンさんは瞬く間に有名になっていき、2017年にはチャンネル登録者数100万人を達成、フランス初のサイエンスインフルエンサーとして話題になりました。あの、日本でいうところのデンジロー先生みたいなポジションですね。そんなノズマンさんのチャンネルの中でも最も再生されている動画が、ジオードを砕き中身がどうなっているのか調査する動画です。ついにジオード来たー、実家のような安心感。現在ではこの動画745万回以上も再生されています。この動画がね、アップロードされたのは2018年ですが、まさか5年後にね、ジオード動画が日本でバズり、ジオードニキと呼ばれることになるとは誰も想像がつかないですね。そして現在ではドクターノズマンのチャンネル登録者数は450万人を超えており、世界的に有名なサイエンスインフルエンサーとなっています。このような経緯を得て有名になっていったノズマンさんは、2022年の12月に日本語用のチャンネルを開設。現在投稿している動画の本数は70本程度と、まあ、そこまで多くはないんですが、再生回数はどの動画も数十万から数百万回とかなりの高水準で、チャンネルを立ち上げてから1年も経っていない現在で登録者数は30万人を超えています。優しい声色の丁寧な片言の日本語がめちゃめちゃ癖になるんですよね。個人的には南京虫っていう虫を紹介する動画が大好きで、これは南京虫、みんなを恐怖のどん底に突き落とす虫だよっていうセリフを優しい声色で喋ってるのがめちゃめちゃ癖になります。そしてこのチャンネルの代名詞でもあり、彼を一躍有名にしたのがジオードを砕く動画です。ノズマンさんのジオード動画の独特な言い回しを真似したパロディ動画が YouTube や TikTok でバズりました。そのためノズマンさんイコールジオードの人というイメージが定着し、ジオードニキと呼ばれるようになりました。まあ、このようにミーム的な広がり方を見せたノズマンさんですが、パロディ動画や〇〇ニキというようなネット文化に対して、ジオードニキというあだ名までつけてもらって面白いなと思います。僕の動画を真似したコメントもたくさんあって、全部の意味が分かるわけじゃないけど、それも楽しそうだなと思ってますと肯定的な意見を動画で話してくれました。めちゃめちゃいい人。こんな変な日本のミーム文化を受け入れてくれるの、本当に心が広いんだなって思います。最後までご清聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。